お疲れ様です。今日はですね、こちらゴレクロデイということで、はい、ショーテゴレやっていこうかなと思います。あのですね、今シーズンね、LJ がめちゃくちゃ強くて、このダクネの強化を皆さん忘れてます。はい、こいつ許せないです。あの攻撃速度ね 13% かな、はい、強化されてました。謎にいらない情報修正で、まあ、LJ が強すぎだったりとか、まあ、ウッドとかロリボムの加工がね、結構注目されて、ダクネが注目されてなかったんで、まあ、僕ダクネ嫌いなんです。嫌いなんですけど、誰にも触れられないのはちょっとかわいそうかなと思いまして、はい、初手ゴレしてあげてね、はい、ちょっとだけ使ってあげようかななんて思って、今日は、はい、初手ゴレやっていきます。よろしく。で、まあ、環境はあの LJ がほんと強いので、まあ、ほんと LJ がいるからダクネが輝いてないだけだって、 LJ 消える瞬間マジでもうダクネ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 いかいってなるので、まあちょっとね、はい、もうゴレ出してダグネ出して、まああとはもう知らんよっていう感じですよね。これどうしよう、もうこんなのもうあんま考えなくていいか。はい、考えるな考えるな、感じろ。さあ、クラッシュロワイヤルはね、感じるゲームです。行ってこい。で、まあ遅れてメガネとかなんか出てくんのかな。さあ来ましたね。まあ、そんな知らんよね。いけ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 。いや、強っ、パワー。あ、でも、え？防衛うまっ。なんで？おー、ええやん。気持ちいいやん。さあ、一時交換です。はい。で、まあ、デッキの中身なんですけども、そう、LCI がいるから、中身ザッピーとミニペッカ入れて、まあ、あとはクローンに合いそうなやつをね、入れてきました。はい。って感じで。ぶっちゃけもう適当ですね。3秒で組みました、さっき。うん。ゴレー、ダクネ、何がいいかな、つって、はい。まあ、強そうなのができました。で、たまたまこのザッピーが今回のね、メガナイトオールベーカーかな。はい。結構相性が良さげなやつがね、いますね。はい。いや、これもケツゴレーよね。ケツゴレーでダクネ添えるのよね。これが一番気持ちいいんよ、これ。これ見て。これが気持ちいい。やばいから、気持ちいいよこれが。もう一番ね、であんま考えない、あんま考えない、そう考えるからね、クロラン負けるんですよ。あ、でザップか、うまいね。もうちょっと考えた方がいいかも。まあでも、あとも祈れば、祈ればもうええねん、ええねん。さあ頑張れコウモリ。あー、うまい、そのオールベックうまいね。まあまあ許容許容。いたー、ありすぎじゃない。さあ、まあこれ負けない立ち回りはこうですね。はい、に持ってダクネも出して、もうね、いっぱいつけちゃう。ここにつけてあげんの、やばい。今日のでちょっと性格悪いかもしんない、許して。なんかうざいかもしんない、今日だけ。いつもか。さあ、いや、うまいぞ相手。ダクネにクローンがかかってないっていう、クローンが下手っていうね。まあまあまあ。いや、強っ。さあ、まあ、ザッピー、セパしてからね、ダクゴレ行こうか。怖いからね。さあ、なんならこれね、これ、鬼の許容しちゃいます。はい。鬼の許容して、次、守れば勝ちですね。はい。ここ行きます。まあ、ディガーは無視の真ん中。あ、守っていくんだ、これ。やばい。もう絶対来るよね、これ。はい、こんにちは。絶対来るんだけど、さすがに。さすがに、ちょっと守るゴレクロよ。いやー、メガナイトオルベカはね、大変だね。まあ、頑張ればね、今季。ミニペ型だとね、はい、LCI 頑張りますけど、U の型はなかなかのドエムっちゃんでしたね。ナイス。さあ、まあ、この調子でね、はい、どんどんショートゴレしていきましょうか。いや、マジでね、ダクネ自体は強いんですよ。でも環境にただただ合ってないだけなんですね、今。そう、LJがただただぶっ壊れてるだけ。で、この後ね、この後も次のバランス調整で、LJ は下放されるんですよ。どうせね。そう、けど、ダクネがいじられずに、はい、ダクネ最強。がもう僕嫌なんですよね。はい、絶対来ます。もうそんだけはもうね、ダクネガンメタデッキ、一週間毎日投稿します。はい。まあ、なんかあるあるなんだね、本当に。なんかクロスボウとクエイク強化しといて、クエイクだけ加砲みたいなね。クロスは？
いつ加工されるのあの子っていう、マジクラロワあるあるバランス調整なんでね。で言うと、まあなんだろうね、次読めるよね。そう、読み出てきちゃうって、わかんないけど。さあ共数系くん来ましたね。まあ共数系はまあ一旦ね、初手これできなかったんだ。やばいかな、やばいと思う人、いや全然だ。相手のマジアジ多分 A もあり、いやめっちゃいいやん。よいしょ。何をどうしようかな。あーでもいい気をつけた。でもさ、溶かせそうだな。行ってこい。行け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 、マジ行け。走れ走れ走れ、殴れ。もっと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 、えい。強っ。ランバーミリペ、強っ。ええやん、ええやん。待てよ、京介か。マジアちゃんの助でしょ。まあ、簡単に言うと、ガンメタってやつだね。はい。まあ、でもガンメタに勝つのが、やっぱゴレなんだよね。可能性がすごいですからね、このデッキは。さあ、これまた一緒ですよ。ダクネからの、まあ、ゴレフタして、あと祈るかな。まあ、マジアチがマジで。あら、マジアチの角度だけ僕気をつければいいんで。あ、これやばい。お願い、本当に。あ！うわ、めっちゃええやん。で、これは、あえて逆とかに行っちゃうんですよね。え、お、すごい。独特だ。さあ、ヤナム打っとこうか。お、ミニペガ。見て、ミニペガ。見て、ミニペガ。あ、ミニペガすんごい頑張った。これ勝てそうだな。あ、でもやべえ、あれ。どうしよう。いや、いい防衛やないかい。え、あれ、ヤナムさ、2発ってこと、もしかして。え、これ、やばい。いや、でも、これで勝てるもんなんすよね、クラロワ。よいしょ。だってドリル攻めで使ったらさ、相手。ってなっちゃうよね。どうなんだろう。ふっ。スーパーボーイ。スーパーボーイして誰か。いや、勝ったんじゃね、よしよしよし、たいだろ。おい、やば。端前からしちゃった。あんなプレイマジでしないよ。絶対守ってやらないまで削るけど。まあ、しまい出したきゃね、なんとかなります。いや、さては、ランバーミニペザッピーがいいかもしんない。いや、まだエレジア当たってないんで、なんとも言えないんですけど、もしかしたら環境でマイルゴレかもしんないね。いや、ほんとでも、3秒で作っただけだからね。あんま参考しない方がいいよ、これ。まあ、今日はね、もうほんとに、ゴレの、てか、ダクネがね、そう、強化された記念で使ってあげてるだけなんで、他のカードはね、まあ、ババとか、まあ、なんかいろいろ触れたと思うので、そう、まあ、ババ小屋とかはね、ちょっと触れようとも思わないんですけども、まあ、小屋小屋デッキワンチャンぐらいか。さあ、吹き矢来た。吹き矢ってことは、枯渇か、ゴブドリか、まあ、ぐらいでしょうね。さあ、これ、行きたいね、初手これ。もう初手じゃないんだけどね。どうしよう。ダクネからゴレ、ポーン、行っちゃう？相手そんな待つ？おー、ちょうどいいやん。サードゲットしました、皆さん。サードです、はい。これでもうね、あー、あ、え、コウモリが1体、玉砕、優秀くん。優秀あれ、やば、神やん。で、こういうのはね、まあ、あんま考えない方が多分いいんですよね。っていうので、一旦行ってみよう。あー、マイティはうまいわ。お？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 どうなってんだ、これ。やば、これガチでやばいな。でおもろいのがここのミニペッカ追加よね。知らんけどスケブ咲いたから。あ、終わった。それな、俺もびっくりだわ。このドヤ顔グッドゲーム、これやばいな。もし自分の立場だったらドカグッドゲームやん、ボケって。ダクネゴレランバークローン4枚で落ちましたね。はい、4枚。
4枚で勝てるわ。やば今のやばいね。いやこれがなでもやっぱ気持ちいいよね結局ね。そう、もう使われるともうカリカリするっすけど、まあ使って気持ちいいんだよね。はい、もう何も問題ない。使うにはね、自分が使うには、はい、負けたら負けただし、はい、もう使われるとちょっとね腹立つですけどね。いやー、神試合という名のね、はい、もうなんというねゴミ試合なのかわかんないですけども、神試合です。誰が何と言おうと今のは神プレイです。はい、皆さん来ました、いってらっしゃい。あ、これ同サイドだったらよかったな。まあ、ボンバーの時点でエリジェイかゴレですね。ゴレがいいなあ。あ、これエリジェイっすね。でロケット型か、まあ、わかんないけど、まあ、エリジェイっすね。さあエリジェイに勝てたらもうバケモンよね。さあでもロケット型のエリジェイかな。でミニペックがないな、ちょっと嫌ですけどね。まあランバーミニペでしばきます。はい、まあミニペは温存か。いや強い、メガゴやめろ。オッケー、腕振るからなあいつ。よしよしよし。でザッピー使ったからとか言ってエレジェイさっき使ったね。いやこれさ、ザッピーミニペだったら相性いい説ない？もしかしてランバーいるし、ガチってあるよ相性いい説。うん、さあでまあまたゴレダクネかな。さすがにアンパイドーン。はいはい、でも相手もしっかり守ってくるよと。まあでも本当にうまいゴレ使いだったらここでねダクネ出さないかもね。うん、まあどうだろう、際どいとこ。うん、メガゴがね、やっぱ厄介になってくるんで。いや、これで溶かすとね、相手も結構苦しいですからね。まあ、ロケット打ちたいんじゃない？ロケかな？あれ？もしかして。え？これもしかして天才クローンして今。え？待って、もしかして天才いました？あ、やなめ、天才やなめ。はい、これボンバー来るの見えてました、僕。はい、適当じゃないです、見えてました今の。え、すごくない？ LJ ボッコボコにしたんだけどそんなことある？これでゴレダクネで LJ ボッコボコにできるのやばくない？ちょっと待って、今のガチで神やな雨決まったわ、決まって。いや今のやばい、今のができればもう何にも負けないよね。さあ天才だこれ、このデッキすごくない？3秒で作ったよ。ね。あるなぁ。で、今さっきの相手のマジでガチガチの環境デッキなんですよ。そう、まあ、たまたまかもしんないけどね。で、ゴレとこっつう話なんだよね。ゴレ欲しいんで回します。ゴレ。あ、このサイクルちょっと嫌っすね。マジ。まあ。ザッピーから入ってね、俺親衛隊持ってるから変に追加してくんのよ、アピして、アピールだけして。うん、いや待って、これこれだけでさ終わらせられたら結構熱い、くんなよ。いやマジで一回本当にやばい、何も考えてない、ケツゴレした。まあいいか。はい、すごいよね、でもみんなでも真似できると思うんですよね。あー、いや、ナメがなんか飛んでくんのか。あー、ウッドか。コンブリ出ろ。出た。ミディ。ゴレランバークローンどうなんだろう。あ、でもこれはやっていい。あー、これもう一、ワンテンポ。ずらせばね。いやー、もっといいダメージ入りましたね、これ。引っ張ってる途中というかね。なんだこれは、キョス系ロイジャイでしょうね。はい、そんな気がしました。まあこれはザッピーとミニペが結構いい味出すので、もしかすると神相性の可能性があります。はい、いやーいいウッドだ。いやでももう一発入らないか。
もしかすると買い目相性だし、もしかするとゴミ相性って感じかな。で、これ冷静に多分ガン無視でいくのがいいですね。あんま多分ね、変に守ろうとしても守れないし、みたいな。うん。まあ、一旦ガン無視かな。いや、めっちゃいい。いけ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 、いやマジでやばい、フルカウント来ちゃう。うんうんうん、いや守りすぎかこれ、もしかして。いやいい、頑張ってる。いやいいよ、ザッピあるよ。いやこれ勝ちてえけどな。巨犯がやばいな、マジ。なんかたまたまさ、事故んねえかな。いやこれなんかミニペか下手だな俺マジで。今のミニペめっちゃ下手じゃない。あー、あのミニペ先般っすね。これもうちょっと冷静にやればいいけど。あーくー、あーまあおみくじ、あーちょっと今年は運勢が悪いのかなって感じかな。まあ運が悪かっただけっすね。はい、気にせずいきましょうか。さあダクネがないので回します。回れば勝ちです。さあ来ました。いや、これは、カード回しで、ミニペーコウモリで、まあ、いや、打ってもいいけど、打たなくてもいい気がすんな。さあ、で、スケブ、入ってると、なんだ、ワンチャンラバクロか？ファイボが？飛んでは来ない。まあクローン来たらヤナミ打つぐらいでいいですね。さあこれはまあおられるかもしんない。うん、おられたけど全然プレゼント。よし、神の教養です。これがこれぞ神です。はい、で金掘ります。一旦クローンして、コウモリも追加して、ダクネイが、ベビドラをボコボコにして、呪文が間に合わないと。はい、これがゴーレム。